1980年代、熾烈なターボエンジンの開発競争の中で、82、83年にはタイトルを獲得しながら、わずか3年後の1986年には、未勝利に終わっていたフェラーリ。その裏には、知られざるフェラーリの F1 撤退騒動が隠されていました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は未勝利に終わった1986年のフェラーリや、この年のフェラーリ F1 撤退騒動について解説していきます。このチャンネルでは、F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。1980年代、F1 は時代の転換期を迎えていました。70年代後半から続いていたグラウンドエフェクトカーが、1982年限りで禁止となりましたが、それと入れ替わるように、同じく70年代後半から登場していたターボエンジンの技術が発達。80年代前半には、多くの自動車メーカー、エンジンビルダーらが、このターボ技術を競い合い、パワー競争を繰り広げるようになるなど、そのレベルは急速に高まっていたのです。そんなターボエンジンにいち早く着目していたのが、伝統のスクーデリア・フェラーリでした。フェラーリは、70年代に180度 V 型12気筒エンジンを搭載した、312T シリーズで、幾度となく王座を獲得。黄金期を過ごしていましたが、コンパクトなエンジンと相性が良いグラウンドエフェクト構造と、このフラット V12 エンジンは相性が悪く、80年代初頭には一時低迷。また70年代後半に登場したターボの有効性に目をつけていたこともあり、先駆者のルノーに続き、いち早くターボ技術の開発に着手していたのです。すると、チームは1981年からターボエンジンを投入。1982年には、ドライバー2人の重大事故が、チームに暗い影を落としましたが、ターボの優位性も生かし、フェラーリはこの82年、翌83年にコンストラクターズタイトルを獲得。ターボの時代が到来しつつあった F1 で、いち早くその有効性を証明していたのです。しかしその後はポルシェ、ホンダ、BMW と、有力メーカーが次々とそのターボエンジン技術を確立。予選では最高出力1000馬力超えのエンジンも登場したほか、それだけの大パワーを発生しながら、燃費やドライバビリティにも優れた技術を、各メーカーがものにしていったのです。しかし、フェラーリのターボエンジンは、パワーだけで見ればライバルと互角であったものの、燃費性能などの総合的な性能では遅れを取る形に。フェラーリは84年、85年と勝利を挙げ、チャンピオンを争ってはいたものの、タイトルには届かず、苦杯を舐めさせられていたのです。そんな中、F1 では過熱しすぎたターボ競争を抑制しようという動きが出始めます。最初にFISAからの規制案が出始めたのは、1984年。燃料のオクタン化などを制限することによって、パワーを抑制することを検討することが発表されていました。しかし、1985年以降、この規制案がより具体的なものになっていくと、波紋を呼び、フェラーリの F1 撤退騒動につながっていくことになります。そんな中、85年にあと一歩のところでタイトルを逃したフェラーリは、ハーベー・ポスル・スウェート、ジャンクロード・ミジョーラの指揮のもと、86年に向けた新車、F186 を開発。F186 は、前年2度の優勝を果たした15685を発展させた正常進化モデルでしたが、シャーシ設計には、フェラーリの F1 マシンとして初めて CAD、CAM による設計技術を導入。これにより空力設計が見直され、先代までむき出しだったロールバーは、リアカウル一体となり、後年の NA 車両のようなデザインを採用して、後方への整流をスムーズに。前高も大幅に引き下げられるなど、より洗練されたのです。また、開発競争が激化していたターボエンジンは、前年の途中にターボチャージャーをギャレット製に変更。そこからさらに改良が加えられ、この年のフェラーリ V6 ターボ、TIPO03 には、シリンダーブロックやシリンダーヘッドの再設計を実施、数十馬力のパワーアップを果たし、そのパワーは決勝レース時で850馬力、予選ではブースト圧を上げ、1000馬力を超える性能を発揮していたのです。
さらに、フロントサスペンションは当時としては珍しい、ダンパーユニットをモノコックに水平マウントするレイアウトを採用。リアサスペンションも、整流を意識した設計に見直され、着実な進化を果たしていたのです。そして、この年のドライバーは、前年に自身初のドライバーズチャンピオンまであと一歩のところまで迫ったエース、ミケーレ・アルボレートと、前年序盤戦に解雇された、ルネ・アルヌーの代わりにチームに加入した、ステファン・ヨハンソンのコンビが継続。王座奪還を目指したシーズンがスタートしていました。こうして、1986シーズンを迎えたフェラーリでしたが、シーズンが開幕すると、開幕前の希望は失われることに。開幕2戦はマシンの信頼性が安定せず、トラブルを頻発させて2台揃って2草連続リタイアを喫する、厳しい出だしとなっていました。第3戦サンマリノグランプリでは、ヨハンソンがシーズン初完走を果たしますが、4位に入るのが精一杯。この年のフェラーリは、エンジン性能が大幅に改善し、ストレートスピードは BMW やホンダに匹敵するものでしたが、新設計のシャーシ性能が足を引っ張る形となり、成績がついてこなかったのです。その後フェラーリは、第5戦ベルギーグランプリでヨハンソンが3位に入り、ようやく表彰台を獲得。後半戦に向け、マシンの改良が急務だったのです。しかしそんな中、裏ではターボエンジンの規制案をめぐり、大きな騒動が勃発していました。85年から86年にかけて進んだターボ規制案はより具体的になり、フィサはエンジンを将来的に、自然吸気エンジンのみに規制する案を打ち出していましたが、その形式を 3.5 リッターの V8 エンジンのみとする方針を発表していました。すると、この発表にフェラーリの創設者、エンツォ・フェラーリが激怒。フェラーリの NA エンジンといえば、60年代中盤以降から V12 エンジンが採用されており、その技術は伝統的。フェラーリでは、F1 が NA に回帰するのであれば、当然 V12 エンジンを復活させるはずでした。しかし、その伝統の V12 が使えず、ノウハウがあまりない V8 のみに限定されるとなれば、フェラーリにとって大きなハンデとなることが必至だったのです。そこで、エンツォは F1 からの撤退を辞さない姿勢で、フィサに抗議。フィサがエンジン規制を変更しないのであれば、F1 をやめてカートに転向すると表明し、波紋を呼んだのです。するとフェラーリは、86年のシーズン中に、実際に北米にスタッフを派遣し、カートレースを視察。フェラーリの本拠地、イタリア、マラネロでは、当時若手エンジニアとしてフェラーリに所属していた、グスタフ・ブルナーをリーダーとする極秘プロジェクトを立ち上げ、トゥルースポーツから提供を受けたインディーカー、マーチ 85C を解析し、オリジナルのカート参戦用マシンの開発に着手したのです。しかし、これらは86シーズン真っただ中の出来事。本来、この年の F1 で多くの課題が浮き彫りになっていた F186 の改良に注力するべき状況でしたが、こうした騒動もあり、F186 のシーズン中の開発は思うように進みませんでした。そして、この年の秋頃には、フェラーリのカート用マシン637が完成。85C のデザインをベースに、カーボンとアルミの複合材で成形されたシャーシに、グループ C カーのランチア LC2 に搭載された、フェラーリ製 2.6 リッター、V8 エンジンをカート用に改良して搭載。F1 のシーズン中に、本格的なインディーカーを開発し、F1 撤退のメッセージが口だけではないことを示したのです。すると、フェラーリが本当に F1 から撤退するのではと焦ったフィサは、態度を軟化。フィサのターボ規制案には、すでに BMW やルノーが撤退を表明するなど、その影響が広がっていましたが、フェラーリに撤退されてはたまらないと、エンジン規制案の内容を大きく変更。当初、87年から実施するとしたエンジン規制を遅らせ、88年までターボエンジンの使用を許可したほか、89年以降もフェラーリが要求していた V12 エンジンの使用を許可する方針を決定。この内容は、87年のコンコルド協定に盛り込まれ、これによりフェラーリはカート転向を取り下げ、F1 に引き続き参戦することを決めたのです。こうしてフェラーリは、NA 時代に移行した後も、V12 エンジンの使用を勝ち取る形となりましたが、その代償として86年のチャンピオンシップを犠牲にすることに。
騒動の影響もあり、F186 の開発が進まなかったこの年は、2台合わせて表彰第5回。最高位は、第12戦オーストリアグランプリでアルボレートが記録した2位となり、チームは80年以来、6年ぶりの未勝利でランキング4位に後退してしまったのです。結局、フェラーリはターボエンジンが許可された88年までにタイトルを奪還することはできず、さらに F1 が NA 機に移行した後は、搭載を勝ち取ったはずの V12 にこだわりすぎたことで、時代に取り残されていき、その後の低迷の一因になるという皮肉的な結果に。長く栄冠から遠ざかる時代が続くことになりました。フェラーリが1986年に起こした F1 撤退騒動は、チームの長い歴史の中でも大きな影響を与えるものだったのです。いかがだったでしょうか？今回は1986年のフェラーリとこの年の撤退騒動について解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。